ホッケイン温泉山荘の近くにね、このアセビ小屋オープン、オープンなんでね、せっかくなんで行ってみようかね。いや、ここ泊まりもするんですね。あ、こっち水場もありますね。トイレもあるんかな。あ、トイレがあって、トイレがあって、うん、そして水場も。あー、冷たい。なきゃいけないんだけど、うん、なかなか。アセビ、アセビがいっぱいあるかな。チームどうしようかな。チームここをじゃあ一般向けに開放するか。靴を脱いで。一般向けに作りました。作り変えました。でマスターは運営されてるっていうことですね。そうですね。で僕は一人で小屋場になってるんですけど、一人でなかなかお休みをもらったりいろいろできないもんですね。ここの後ろに支援メンバーの人が今日、ああ今いらっしゃってます、ね、でここ冷蔵庫と電子レンジと厨房があるんです。あ、電、あ、電気がつくんですね。電気が来るから普通の山小屋よりもただお一人でも二人でも運営になることになる。今日は女性が二人です。たまたま他の相部屋っていうか他の組がないもんですから一組二人だけで貸し切りになりました。全部ありがとうございます。はい、今見られてるここはこれ上はスリッパで行くんですかね。脱いだらいいですかね。途中まではスリッパです。そこから先は畳ですから。ああ、じゃあそこは脱げばいいですか。あ、で、ネットでここは着ないの。はい。はい。なんでここは着ないのですか。こんな感じだね。知る人を知る山小屋にしたかった。アセビ小屋のね、裏に古の道、ね、お坊さんが多分修行したような道があるんかな。また今度来てみたいね。このね、アセビ小屋で、休憩できたし、水も確保できたんで。